はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、コ・ジャニーさん、タッキー新会社 2B への思いを占っていこうというふうに思います。はい、ジャニーさんがね、今のね、ジャニーズをどういうふうに思っているのかっていうことをね、占うシリーズたくさんやっておりますけれども、今回はですね、コ・ジャニーさんがタッキー新会社 2B をどう思っているのか、どう考えているのか、それを知りたいよって方がいらっしゃいましたんで、今回はですね、そちらを占っていこうというふうに思います。で、今回ですね、占っていきたいと思うんですけれども、多分ね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですが、今日ね、喉がね、不調でございまして、そう、多分ね、風邪なのかな、わかんないけれども、喉が痛くって、あんまりね、いつもみたいに声が張れなくって、ちょっとしゃがれてるんですけれども、申し訳ございません。気にせずにね、見てもらったらいいのかなというふうに思います。ではですね、占いに入る前にお知らせだけにしていきたいと思います。私ミーはですね、オリジナル占い再生戦術で日々ですね、占いさせてもらっております。インスタ動画の概要欄で簡単なタイプ図診断ができますので、気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定、お悩みカウンセリングも行っております。今ですね、キャンペーンも行っておりますので、もしよろしければ動画の概要欄のリンクからですね、詳細ご覧ください。またですね、ニコニコ動画のチャンネルもやっております。そちらもですね、よろしければフォローの方お願いいたします。さて、で、占っていこうかなというふうに思うんですけれども、まずですね、ジャニーさんは 2B をどう考えているのか、それをですね、占っていきたいと思います。はい、ではですね、こちらのタロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。あら、今日はすごくタロットちゃんの調子がいい、すごくいいですね。はい、でね、そうね、タッキーにね、新会社ね、いろんな憶測が飛び交っております。前もね、タッキーさんのね、新会社占わせてもらったんだけれどもね、どうなるのか、どういうふうに思ってるのか、それをですね、占っていきたいと思います。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、そうだね、なんかね、すごくね、心配してる感じがあるかな。この愚者のカードがね、出てるから、まずひとまずはもう僕の知らないところに行くんだね君は、みたいな感じで、なんていうのかな、もうなんていうのかな、彼、ジャニーさんの理解の外にタッキーが飛び出していったっていう感じをすごくね、強く印象として受けるんだよね。ですので、もう僕の知らないところへ行ってしまったんだね、すごいね、本当に君は、なんていうのかな、冒険者だねってことを思ってるんだけれども、じゃあ 2B がうまくいくかってとこを思ってるかっていうと、そうではないっていう感じがあるんだよね。だから、なんていうのかね、やっぱり難しいんでしょうね、ああいう芸能界っていうのは。このまま勢いが続くとも思えないっていう風に、ジャニーさん思ってるし、本当に彼の努力が実を結ぶのか、それも、なんていうのかな、確証はないっていう感じで、なんかね、君はすごいねって褒めてる一方で、本当にそれでうまくいくのかい、大丈夫なのかいっていう風に、すごく心配してる感じがね、いっぱいね、出てくるのかなっていう風に思います。だから、ジャニーさんとしては、やっぱり、なんていうのかな、彼の今のやり方が本当にうまくいくのか、それに確証を持てないっていう感じで心配してる、そういう流れがあるのかなっていうふうに思います。もう本当ね、理解できないところに行っちゃってるっていう感じがね、あるから、
それをねちょっと心配してるのかなというふうに思いますね。もう本当に予測できないみたいな、そういうふうに思ってる流れがあるのかなというふうに思いますね。はい、じゃあ1個目の質問に対してはそんな感じ。では次ですね、2番目いきたいというふうに思うんだけれども、はい、ジャニーさんの今のタッキーへの思い、それをですね占っていきたいと思います。今のタッキーね、前もタッキーへの思いを占わせてもらったんだけれども、今の状態のタッキーへの思いを占っていきたいと思いますね。どういうふうなカードが出るかな。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、すみません、ちょっとね隣の部屋に子供がいますので子供の声が入っちゃうかもしれないんだけれども、はい、気にせずね見てもらったらいいのかなというふうに思うんですが、はい、でジャニーさんの今のタッキーへの思いを占ってみたんだけれども、なんていうのかな、やっぱりねタッキーが覚醒したなっていうふうに思ってる。あ、本当にすごいね、彼が前に進もうとしてるっていうことを祝福してる感じがすごいあります。でどんどん行け、前へ行けっていう風に思ってる、そういう感じがあるのかなという風に思います。だから喜んでると思いますよ。喜んでらっしゃると思う。だから君はやっと動き出したんだね、だからどんどん前に行きなさいってことを言ってるんだけれども、同時に心配もしてますね。はい、なんていうのかな、C は気づけるかどうかわからないよってことを言ってます。でさっきのね 2B への思いもね合わせて読むとわかりやすいんだけれども、やっぱりジャニーさんね 2B がどうなるのか予測不可能なんですよね。ですのでやっぱり邪魔が入るだろうし、まあその邪魔はね誰がするかわからないんだけれども、で C が気づけるかどうかわからない、だからすごく心配な部分が多いんだけれども、でもやっと君が覚醒したんだから、このままねどんどん進んでいけっていう風に今思っているのかなっていう風に思います。ですので喜んでるかな。地位とかそういったものは関係なしにぜひ進んでいってほしいっていう風に思ってらっしゃいますので、ぜひですね、はい、タッキーさんには頑張ってほしいという風に思いますね。すごくいいと思う。このねジャッジメントのカードがねすごくいい味出してるね。やっとか、やっと来たなーっていう風にね思ってる感じがひしひしとね出てるから、それはねいいのかなっていう風に思いますね。はい、ではですね最後よいしょ、タッキーへのアドバイス見ていきたいという風に思います。さあどうなるかな、今のタッキーへのアドバイス下ろしていきたいというふうに思います。まあでもねどんどん行けというふうに思ってるから、そんなにね変なねカードは出てこないと思うんだけれども、はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、なるほどね、ジャニーさんすごいタッキーになんていうのかな、期待値が高いっていうか、すごいね期待してる感じがあるのかなっていうふうに思うんだけれども、まず
タッキーさん、やる気が空回りしやすいっていう風に言ってるんですよね。で、一足飛びに成功しようってするかもしれないんだけれども、今はそれをしない方がいいっていう風に言ってます。着実に真面目にこうね、一歩一歩進んでいく、話題性とかでわーってやるのももちろんありなんだけれども、それよりも一歩一歩進んでいく、一番最初の方はね、それが一番いいって言ってるから、ぜひですね、そこを意識してやってほしいというふうに思います。で、その上で、ソートのエースも出てるんだけれども、初心を忘れないでほしいとも言ってますね。だから多分ね、今のジャニーズを見てそういう風におっしゃってるとも思うんだけれども、やっぱり今のジャニーズって本当にジャニーさんの理念に沿った組織なのって思われることも多いじゃないですか。ファンを思ってないとかね、そんなことしちゃうんだ、全然ねそのタレントのことを考えてないとかね、いろんな風にね思われることあると思うんだけれども、ぜひタッキーの会社はそんなこと思われる、会社じゃないようにしてほしいと、初心を忘れずにタッキーさんの思いをね、一番最初に会社を作った時の思いを忘れずにねいてほしいなってことをね、すごくね、はい、ジャニーさんおっしゃってるという風に思いますね。で、その上で頼れる兄貴になってほしいっていう風におっしゃってます。で、まあ今までも頼れる兄貴だったと思うんだけれども、なんていうのかな、そうだね、やっぱりジャニーズにいる時の頼れる兄貴感と会社社長の頼れる兄貴感ってまた違うと思うんですよね。ジャニーズにいる時はやっぱり組織がもともとあったから、そこでまあやれたこと、できたこと、他にねジャニーズの組織がやってくれたこともあると思うんだけれども、今はそれを全部やらないといけないわけじゃないですか。だから今まで以上に大変だと。だから本当に頼れる兄貴でいるのは今まで以上に苦労が必要なんだけれども、それでも頼れる兄貴感を出していってほしいってことをね、すごくおっしゃってますんで、ぜひですね、難しいことかもしれませんけれども、はい、頑張ってやっていってほしいと思います。で、次はですね、カード関係なくジャニーさんからのメッセージね、下ろしていきたいと思うんだけれども、ちょっと待ってね。そうですね、やっぱりねそこを心配してるかな。意外とねタッキーさん繊細なところがあって、で感情的になるところもあるから、やっぱり会社っていうとね、いろんなことをやらないといけないわけじゃないですか。だからそれで折れそうになることもあるかもしれないってことをね、心配してらっしゃいます。でもそこを乗り越えていけるだけの力があるし、君はエンターテインメントの世界でしかもう生きられないとか、もうそこまで生きちゃってるな。生きられないから、ぜひね、それは乗り越えていってほしいっていうふうにおっしゃってまして、折れるなよってことをすごくおっしゃってます。だからやっぱり折れそうになる時があるんだろうね。しんどいことだと思うんだけれども、ぜひですね、はい、頑張ってほしいのかなっていうふうに思います。で、最後ですね。ジャニーさんからのメッセージはそれで終わりなんだけれども、オラクルカードも引いていきたいと思います。タッキーさんがより良い未来に行くためにどうしたらいいのか、天使様のカードに聞いていきたいと思いますね。いいメッセージをください。おー、拡張、ちょっとねジャニーさんのね、メッセージとは違うメッセージを、はい、天使様出していったんだけれども、どこまでも高く広く深く、視野と意識を拡張しましょう。悩みや苦しみは小さくなっていくでしょうっていうふうにおっしゃってます。ですのでジャニーさんはコツコツ一番最初はねやっていった方がいいっておっしゃってたんだけれども、天使様はもう広げろってことをおっしゃってますね。ですのでなんていうのかな、
とにかく会社を大きくすることを大事にした方がいいって言ってますね。まあ、どちらを採用するかはタッキーさん次第なんだけれども、ぜひですね、頑張ってほしいと思います。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよって占い等ございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。